今回ご紹介するのはこちらの釣り武者キッチンカッターシリーズです。キッチンカッターはですね、魚を締めたり、あるいはトゲをカットしたり、そして捌くとですね、釣り人の皆さんにとって必要な要素をふんだんに詰め込んだギアになりますので、今日はそれをですね、実践を交えながら、紹介していきたいなと思います。はい、釣り武者のキッチンカッターはですね、ストレート、ベントタイプともにですね、この先端が魚を締めやすいようにですね、鋭利に作ってあります。そしてなおかつこんな風にですね、バラしてナイフのように使うこともできますので、お好きな方で、使いやすい方で、使ってもらえたらなと思います。はい、じゃあ今からですね、キッチンカッターのストレートタイプを使った魚の締め方をですね、解説していきたいと思うんですけども、まずですね、のじめを先にするんですけども、のじめの位置ですね、この目の延長線上とこのここに線があるんですけども、この延長線上ですね、これ重なったところにこうくぼみがあります。この辺ですね、ここを突くとのじめができます。まずハサミの状態でやるときはですね、こんな風に握っていただくね、こう掴むような形で握っていただいて、あとはこれで刺してくるっと入れてもらえるとのじめができます。でまたですね、ナイフタイプを使ってもらうときは、このロゴがついてる方を使っていただいて、同じように指を通してですね、ストレートタイプにはここに平たい箇所がありますので、ここに親指をかけていただけると力が入れやすいかなと思います。であとは同じように脳手の方ですね、ついていただいてくるっと入れていただけると魚を締めることができます。はい、実際に今これが魚を締めた状態です。この後血抜きを行っていきたいんですけども、ここでキッチンカッターが2通りで使えるポイントの良さがですね、1つあります。血抜きはですね、エラだけのカットだったり、エラの膜を切るというですね、いろんな方法があるかと思うんですけども、その上で使う方の環境に極力応えれるように、キッチンカッターはハサミとナイフの2通り使えるように仕上げました。例えばエラをカットする方はですね、初めからハサミ仕様で脳天を締めてもらって、このエラをカットして、使ってもらえたらと思いますし、逆にこのエラの膜ですね、膜を切って、血を抜く方はですね、最初からこのナイフ仕様で、魚を締めて、その後に切っていただけるとスムーズに血抜きを行えるかなと思います。またですね、今までハサミで、締めてたけど、 YouTube で見た方法ちょっとやってみたいなって思う方もいらっしゃると思うんですよね。そんな時も、臨機応変にその時の状況に合わせてですね、ハサミとナイフ2通りで使える仕様に、仕上げました。はい、キッチンカッターはですね、締める以外にも毒のあるトゲをカットしてもらったり、あるいは簡易的なナイフ仕様で、さばいてもらったり、お腹を開いたりっていうこともできるので、そういった使い方でも使ってもらえたらなと思います。でまたですね、釣りの時は餌切り身ですね、イカやアジ、サバとかですね、大きな餌を切る時も片方の歯がですね、こうギザバになってますので、切りたいものをしっかり掴んで、逃がさない設計なので、ザクザク切って使っていただけたらなと思います。はい、続いてですね、キッチンカッターのタイプのお話なんですけども、タイプはこのストレートとこのくの字型のベントタイプ2種類あります。ストレートの方はですね、大型の刃を搭載してますので、もうスタンダードに幅広く使ってもらえたらなと思うんですけども、こちらこのベントタイプ、結構気になる形してるんですけども、こちらはですね、この刃が 45mm のサイズで、なおかつこの、掴むところですね、こちらも小ぶりになっておりますので、手の小さい方であったりですね、あとは渓流アユとか、対象魚が小さい時にも活躍するモデルです。またですね、ベントタイプはこうくの字になってる分ですね、切るものとですね、この角度がつくので、手が当たりにくいんですよね。なのでもう知らず知らずのうちにこの毒のあるトゲに触れてしまったなんてね、ことも防ぎやすい形になってます。またですね、持ち手の方をですね、押し込むと先端がクロスしてですね、ハサミのままでもこのようにちょっとしたカッターのようになります。こうするとですね、開けにくい集魚剤の開封もスムーズにできますので、ベントタイプはこの小技が効きやすいっていうところもいいところです。はい、最後にお手入れの方法なんですけども、まあいくら錆びにくいステンレスを使っててもですね、放置するとどうしても、錆びが発生します。
特にこのハサミタイプのものはですね、この重なり合うとこですね、そこに塩が残って錆びることが多いんですけども、キッチンカッターであればこのように分解して洗えてそのまま干せるので、基本的に錆も発生しにくい設計になってます。皆さんこれキッチンカッターの良さお分かりいただけましたかね。本当に幅広く使えるキッチンカッターシリーズなので、皆さんの用途に合わせてですね、ぜひ使ってみてください。